ヘンリー・ウィリアム・アリンガムは、イギリスの元軍人。軍を退役してからも90年近く生き、ヨーロッパ人の男性では、ホアン・リューダベッツ、イスラエル・クリスタルに次史上3番目に長く生きた人物である。イングランド史上最高齢の人物でもある。1890年代、幼少期のヘンリー・アリンガムは1896年に、ロンドンのアッパー・クラプトンで、父ヘンリー・トーマス、母、 アミー、ジェームの間に生まれたが、14ヶ月の時に、父が結核で29歳で亡くなった。1901年の国勢調査には、ウォルサムストーのベルーラム通り23番地に、未亡人で、クリーニング店女主人の母と彼女の親兄弟と、共に暮らしていると記録されている。ヘンリーは、母と祖父母によって育てられ、1907年には、家族ともども、 ロンドンの中でも中心地に近いクラッパムに引っ越した。母は1905年にヒューバート・ジョージ・ヒュックズと再婚したが、クリーニング店は続けた。1911年の国勢調査には、ヘンリーと母がランベスのヘイフォード通り21番地で暮らす傍ら、ヒューバートは家庭から離れて、車輪校として寄宿生活を送っていると記録されている。 ヘンリーは幼少期の思い出として第二次防和戦争から帰還したイギリスの義勇兵を見物したことや1903年から5年頃に W.G. グレースのクリケットの試合を観戦したことが印象に残っていると語っていた。通っていたロンドンカウンティカウンシルスクールを卒業すると市内のスミスフィールドにあるセントバーソロミューズ病院で手術用服作りの見習いとして働き始めたが、 この仕事に面白みを感じられず、自動車の車体を作る仕事に転職した。1916年、海軍航空隊の制服を着て1914年8月、ヘンリーは休止として戦争に参加したいと考えたが、病を患っていた母が反対式に止まって看病をさせられた。翌年に母が42歳で亡くなると、 イギリス海軍航空隊に志願し、9月21日に航空整備兵となった。彼はロンドンのチングフォードに配属されたが、ケント州のシアネスで訓練に励んだ。彼のナズでのシリアルナンバーは、ナズ F8317 だった。その後、グレートヤーマスの飛行場に配属され機体のメンテナンスを行っていたが、1916年4月13日に、 当時の国王ジョージ5世が視察に訪れた。国王は、機体も視察し、アリンガムは、国王と喋る機会があったがそれを逃してしまい、落胆した。また、グレートヤーマスよりさらに北にあって、夜間飛行を管轄していたノーフォーク州バクトンでも、働いていた。また、対戦障害として、デリックを使い海面に止まっている、水蒸気から物資を引き上げる作業もした。 ユトランド沖海戦の前、アリンガムは海軍のトロール船、キングフィッシャーを参戦させるよう頼んだ。船には水蒸気のソッピースタブロイドを搭載させ、ドイツ軍の太陽艦隊を捜索できるようにするつもりだった。しかし、キングフィッシャーはすぐには参戦しなかった。1917年9月、現在の兵長にあたる地位になったアリンガムは、現在の空軍、 第212戦隊の一員として第一次世界大戦の西部戦線に送り込まれた。この部隊は同戦線に駐留する他の空軍部隊のトレーニング部隊になったが戦闘作戦に参加したという証言もある。アリンガムがフランス、ノール県のプティットシントに到着した時、イギリス陸軍航空隊となずは揃ってパッシェンデールの戦いに巻き込まれていた。アリンガムは 第一次大戦で最初に航空機に偵察カメラを取り付けた一人になった。同年11月3日、アリンガムはダンケルクの空港に送られ、終戦まで航空機の修理業務に励んだ。彼は後に、そこでの陸と、海からの砲撃と空からの爆撃を改装していた。1918年4月1日に RFC とナズが統合され、イギリス空軍が誕生するとアリンガムは、 そこの所属になった。しかし、それは彼にとって大したことではなく、あの時はまだ自分自身を海軍の男だとみなしていたとも回想している。空軍では、リガー・アエロ二等機上整備員という職位につき、208,317という新しいサービスナンバーが与えられた。その後、1919年2月に帰郷し、4月16日に正式に、 空軍予備隊を除隊になった。死ぬ数年前になると、アリンガムは空軍創設時のメンバーの生き残りとして知られるようになった。そのことについて、アリンガムは永遠あることだとも思うしショックでもあると語っている。予備隊除隊後も、アリンガムはエンジニアとして軍に貢献した。彼が発注した会社には、ソーンズカーボディメーカーや、ビッカーズゼネラルモーターズ、 H.J.M. カーボディービルダーズなどがある。1934年には、その数年前に稼働し始めたフォードモーターのダゲナム、工場で新しい車体のデザインをする職につき、それが最も長く続いた働き口になった。アリンガムは1918年にグレート・ヤーマスで、ドロシー・カトと会い、同年ロンドンのロンフォードで結婚した。1960年には二人揃って、 サセックス州イーストボーンに転居したが、その後彼女はリンパ性白血病にかかり亡くなった。夫婦の間にはベティとジーンの二人の娘がいた。ジーンはアメリカに移住し、2001年に78歳で亡くなった。一方のベティとはドロシーの死後家庭内不和が起こって家を出て行き、アリンガムとのコンタクトを失っていた。それゆえ彼が亡くなる寸前には彼から、 もう死んだだろうと思われていた。しかし、ベティは、アリンガムが亡くなった当時89歳で、現在もグロスタシャーシューストラウドで暮らしている。アリンガムが亡くなった時、彼には7人の孫と16人のひ孫、14人のヤシャゴ、1人のライ孫がいた。第二次世界大戦中、アリンガムは、兵役猶予の状態で、数多くの計画に従事した。 それらの中で最も重要だったのは、ドイツ軍の磁気機いに対抗する効果的な手段を開発することだった。1939年に彼は、エセックス州ハリジの港にそのシステムを送り、磁気機いを総裁しようとした。9日後、彼の目論みはうまくいった。ロンドン、ホワイトホールの世界大戦戦没者慰霊碑、アリンガムは第二次大戦後も、フォード向けに、 新しい車体のデザインを開発し続け、1960年に退職した。2001年には、後々の世代が第一次大戦を忘れないために、そのエピソードを伝える重要な役割を果たすようになった。2003年10月16日にロイヤルブリティッシュ、リージョンが催すポピーアピールが始まると、彼は、モデルのネル・マカンド流と共に、軽巡洋館、ベルファストに上艦した。 その時アリンガムは、彼らは皆国に貢献した。私は彼らに借りがある。私たちは皆借りがあると語った。2004年8月4日にロンドン、ホワイトホールの世界大戦戦没者慰霊碑で、行われた第一次大戦の英国参戦9 0周年式典には、他の第一次大戦の3人の生き残りとともに、出席した。2005年の休戦記念日曜日には、 慰霊碑の前を更新し、休戦記念日には、フランス、サンオメールにある記念碑にリースを手向けた。翌年の同パレードには出席しなかったため、これは、第一次大戦の退役軍人が参加した最後の更新になり、その時代の終わりを印象づけた。夏のメンバーの最後の生き残り、また、RAF の創設時のメンバーの生き残りとして、アリンガムは2004年9月11日に、 フランスのサンオメールで開かれたイギリス航空隊記念碑の除幕式の栄誉あるゲストとなった。また空軍の技術研修生らがイーストボーンにある彼の退職者用ホームを訪れ90歳も年の離れた同業者が一堂に会した。その時アリンガムはサンオメールの栄誉市民を示すゴールド勲章を与えられた。 2005年11月には国際ホログラフィックポートレートアーカイブから自身のホログラフィックポートレートの作成を打診され、翌月に一族によって作られた。それと時を同じくして巡洋館ベルファストにあるロンドンの水上海軍博物館がユトランドの幻という大の展示会を計画していた。その時この博物館にも彼のポートレートのコピーが寄贈され、オープニングで 除幕式が行われた。2006年4月21日、アリンガムはイーストボーンの市長より栄誉市民の称号を授かった。彼は5月までそこに住んでいたが、110歳の誕生日の1ヶ月前に視力の衰えを考慮して目の不自由な退役軍人のための施設があるブライトン近郊のオービンディーンに転居した。また、伝えられるところによると彼は、 視力は衰えてもすこぶる健康で、記憶力と会話力は訪問者の注目の的だった。7月1日、アリンガムは、ソン部の戦いで、行方不明になった兵士たちを悼む記念式典に出席したが、11月11日には、サンオメールで開かれた式典に出席していたため、イギリスの国民追悼の日のパレードには、出席しなかった。 2007年4月18日には学生たちの第一次大戦に関する質問に答えるためスタッフドシャー州タムワースにあるウィルコート高校を訪れた。学生たちはあらかじめ退役軍人についての質問を書いた手紙をアリンガム宛てに送っていた。同年10月にはプライド・オブ・ブリテン・アワーズを受賞した。110歳のうちに彼はザ・オバールというクリケット上への 呂門など六十回以上も公の場に姿を現した。百十一歳の誕生日にはポーツマスに停泊していた、戦列艦、ビクトリーの艦上で、海兵隊がセレナーデを奏でる、中祝福された。その時の心境について問われると、私は今日とは違った明日を見ることに満足している。それはいくつの時も同じだったが、一日は皆異なっている。私は、 お祝いごとを楽しみにして生きるのが楽しい。まさか111歳まで生きるとは思わなかったと話している。2008年4月1日の空軍創立90周年にはハンプシャー州オディハムに駐留する空軍の祝賀イベントに栄誉あるゲストとして招かれた。その時彼はすでに空軍創設時のメンバーのただ一人の生き残りになっていた。112歳の誕生日には リンカンシャー州クランウェルに駐留する空軍の昼食会に栄誉あるゲストとして招かれた。バトル・オブ・ブリテン記念フライトによるパレード飛行も行われ、2機がアクロバティック飛行を披露した。2008年6月の国立福音軍人の日には彼の個人的な希望により、ベイシステムズの所有するユーロファイター・台風のガイドツアーに参加した。2008年9月23日、 アリンガムは、ロンドンのイギリス空軍クラブのイベントで、デニス・グッド・ウィンと共著で、自身の人生についてまとめた本を出版した。さらに、同年11月11日の第一次大戦終戦90周年式典には、同じ第一次大戦の生き残りのハリー・パッチ、ビル・ストーンと共に、ロンドンの世界大戦戦没者記念碑の前に、記念のリースを手向けた。11月18日には、 ボーイスカウト協会に本来より100歳も年上で加入し少年として地元のグループで6週間過ごすことができた。彼の113歳の誕生日は海軍の主催でスループ戦プレジデントで行われた。彼は第一海軍協のジョナソンバンドから署名入りのバースデーカードを受け取りアグスタウェストランドリンクスが上空を飛行する中車椅子に座った。 長寿の秘訣について問われると、わからないが、できる限りの良い行いをすればいいのではないかと答えた。アリンガムは、タバコ、ウィスキー、野蛮な女、ユーモアのセンスの良さを長寿の秘訣としていた。2006年11月10日に、フランスのモーリス・フロケが死ぬと、ヨーロッパ最高齢の男性になった。2007年11月1日には、ジョージ・フレデリック・アイブスが持っていた。 イギリス軍関係者の最高齢記録を破り、イギリスの第一次大戦の最高齢の退役軍人になった。アリンガムは数年間イングランド最高齢の人物だった。彼がその点でギネスワールドレコーズから認定されたのは2007年1月のことだったが、さらにその年の2月8日にアメリカのアントニオ・ピエロが110歳で死ぬと、 第一次大戦の退役軍人で最高齢と世界で3番目に長生きしている男性にもなった。2月13日には、フローリー・ボールドウィンの後につけて、イギリスで2番目に長生きしている人物となった。8月22日には、日本の中西助三郎が死去し、アメリカのジョージ・フランシスと共に、世界で2番目に長生きしている男性になった。2009年3月29日には、 イギリスの男性の史上最高齢になった。その年の6月19日には、日本の田辺と文字が死去し、世界最高齢の男性と第一次大戦の退役軍人の世界最高齢になった。アリンガムが死ぬと、世界最高齢男性の座は、アメリカ・モンタナ州のウォルター・ブルーニングに明け渡された。第一次大戦の退役軍人が減っていくにつれて、最後の退役軍人は、 国葬で戸村王との声が次第に高まっていった。2006年6月27日に女王陛下行政府がこの提案に賛同したことで国立記念サービスはウェストミンスター寺院を国葬の場として提供すると発表した。この発表に先立ちアリンガムは将来のことは考えないようにしていると話していたが私は気にしない。それが私ではない限りねとも言っていた。 6月14日には国会議員のトム・ワトソンが単に一個人としてではなく戦争で戦ったものを全世代で追悼するという国葬の趣旨をアリンガム宛ての手紙で説明した。アリンガムと同じく大変長生きしたイギリスの退役軍人ハリー・パッチは著書ザラスト・ファイティング・トミーでアリンガムは異科学によって自分の体を残そうとしていたと指摘した。また、 アリンガム自身もデニス・グッドウィンと共著のキッチナーズ・ラスト・ボランティアの中で異科学によって自分の体を残そうとしていると述べていた。しかしデニス・グッドウィンの説得により彼の気持ちは動き第一次大戦の象徴になることを決めた。これにより彼は葬儀と仮葬に同意した。2009年に受賞したレジオンドヌール勲章のオフィシエ・アリンガムは生前に4個の勲章。 企賞を授与された。そのうち二つは、第一次大戦の企賞である、ブリティッシュ王メダルとビクトリーメダルである。戦勝企賞が単独で授与されることはなく、必ず、ブリティッシュ王メダルとセットで授与されたため、これら二つの企賞の組み合わせは、マットジェフと呼ばれた。実はこの二つの企賞は、国防省によって取り替えられたもので、オリジナルは、 第二次大戦のロンドン大空襲で壊してしまったと、最近の世界大戦戦没者記念碑でのパレードで分かった。残る二つは、外国のものである。一つは、フランスの最高勲章である、レジオンドヌール勲章で、2003年にシュバリエを受章し、2009年には、オフィシエに昇格した。もう一つは首にかけるタイプのサンオメール。 黄金メダルで2004年9月11日に3をメールのフリーダム・オブ・ザ・タウンにて与えられた。前述の勲章の他に、アリンガムはプライド・オブ・ブリテン・アワーズや艦隊航空隊の名誉会員など、いくつかの章と名誉会員の称号を授かった。2008年12月19日には、機械技術者協会から公認技術者の称号を授かった。アリンガムは、この受賞について、 エンジニアの道を選んでからずっと、私は公認技術者になることを望んできたが、まだ若かったうちはそれはもたらされなかった。それが私に授けられるとは夢にも思わなかった。この表彰で生涯を通しての目標を達成できた。この賞を与えてくれた教会に多大なる感謝を捧げると話している。これに続き、2009年5月22日には、 サウサンプトンソレント大学学長の元第一、海軍教アランウェストから高額の名誉博士号を授かった。アリンガムが二度の大戦でイギリスと連合国側に貢献したことと彼の継続的な事前活動を称えてというのが受賞理由だった。その他、イーストボーン名誉市民、サンオメール名誉市民、ブライトン名誉市民の称号をもえている。介護施設から 葬儀会場の教会へ移動する、棺を乗せた、車列2009年7月18日午前3時10分、アリンガムは漏水のためブライトン近郊のオービンディーンにある介護施設で亡くなった。113歳と42日だった。彼の葬儀は7月30日の正午に、ブライトンの聖ニコラス教会で陸海空軍,軍合わせての、軍葬という形で取り行われた。 棺は三人の海軍船員と三人の空軍飛行士によって運ばれた。葬儀に先立ち、海軍と空軍のチェンジリンギング協会によって、協会の鐘が15分間鳴らされ、付近に鐘の音が轟いた。葬儀には、エリザベス二世の代理で王室のビアギッテ夫人が三、でしたほか、ケバン・ジョーンズ国防相、海軍を代表して、エイドリアン・ジョーンズ中将、空軍を代表して、 ピーター大少将も参列した。娘のベテハンキンも家族を連れて参列した。第一次大戦で使われていた5機のレプリカのパレード飛行が行われ、イギリス人とフランス人からなるラッパ隊によって軍で気象と消灯の時に鳴らされる曲が演奏された。彼の没時の年齢に合わせて教会の鐘が113回鳴らされた。警官詩人のキャロル・アン・ダーフィーは、 BBC に依頼されて、アリンガムとハリーパッチの死を悼んだ、ラストポストという題の死を書いた。この死は、アリンガムの葬儀の日に BBC ラジオ4のトゥデ y という番組で、ダフィーによって朗読された。ありがとうございます。